皆さんこんにちは、伊藤海人です。今回もですね、ちょっとしたテクニックのご紹介をしたいと思います。今回ご紹介するのはアッパーカットというテクニックとアンダーカットというテクニック、2つご紹介したいと思います。まずアッパーカットについてですが、まず、左手でこのような状態にします。そして、右手でこのような持ち方にします。親指、中指、薬指でこのような、状態にして、人差し指でカードのこのあたりですねをこのようにして、半分ぐらいを持ち上げます。そして、この上半分を左手でこのように受け取ります。受け取ったら残りのパケットを上に重ねればカットは完了です。これがアッパーカットです。もう一度やってみます。左手で持った状態で右手でこのような持ち方にします。人差し指でカードの上半分を持ち上げて、この上半分を、左手でこのように受け取ります。受け取ったら残りのパケットを重ねればカットは完了です。連続でやってみます。左手で持った状態で、右手でこのような持ち方にします。人差し指でカードの上半分をこのように持ち上げます。持ち上げたら、左手で上半分をこのようにして受け取ります。受け取ったら残りのパケットを重ねてカットは完了です。持ち上げて上半分を左手でこのように受け取ります。そして残りのパケットを重ねてカットは完了です。で、もう一つアンダーカットについてですが、まず最初にこんな感じで左手で持ちます。そして右手で、カードの上半分を持ち上げて、残った山を上に、このように送ってあげればカットは完了です。これがアンダーカットです。もう一度やってみます。左手で持った状態で右手でカードの上半分を持ち上げて、残った山をこんな感じで送ってあげればカットは完了です。連続でやってみます。左手で持った状態で右手でカードの半分ぐらいを持ち上げます。そして残った山を上に重ねれば、カットは完了です。もう一度やってみます。半分ぐらい持ち上げて残った山をこのように上に重ねればカットは完了です。連続でやってみます。このようなテクニックをどのようにして使えばいいのかっていうと、先ほど説明したアッパーカットというテクニックでちょっと説明したいと思います。よくマジックの中で、こんな感じでカットして、ここに返してくださいっていう動作があると思うんですけれども、実際にね、マジシャンがカードをカットして、でお客さんにね、選んでいただいたカードを、戻してもらって、で残りのカードを重ねるっていう、動作があると思うんですけれども、これはね、テーブルがあればの話なんですけれども、もしね、テーブルがない場合どうすればいいのかっていうと、先ほど説明したアッパーカットというテクニックを使えば、こんな感じでね、カットして、ここに返してくださいって言われた時と、テーブルがある時のカットしてここに返してくださいって言われた時と同じ効果が得られるので、テーブルを使わないでできますし、もしくは立って演技をするなんかにも便利ですので、ぜひ皆さんもね、参考にしてぜひ使ってみてください。以上です。